はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ネットでは地上波テレビへの批判の声が渦巻いております。政治的な変更はもちろんながら、そもそも論でつまんない、面白くないという批判の声です。かくいうこの私も、女の60分から教育テレビまで、もう隅から隅までテレビを見ていたザ・テレビっ子だったのですが、今好んで自分からこの番組見たいなという番組はほぼほぼありません。唯一挙げるとするならば、毎週日曜日の朝6時半からフジテレビで放送している早く起きた朝はぐらいです。そこで今ネットを中心に話題となっているのが電波オークションの話です。この度お見事内閣官房参与となられました経済学者の天才高橋陽一先生が主張しております。さらに今年のノーベル経済学賞を受賞したのがオークション理論で、実にタイムリーな話題です。電波オークションをざっくりと言えば、テレビの放送電波を利用したい人たち、そうした企業がはいはいはいと手を挙げて、いくらで使いますという形で入札をします。そしてその入札価格の最も高い人がこの放送電波をゲットだせ、つまりは落札するということになります。そしてその落札した企業がテレビ放送をできるという仕組みです。一方、電波オークションに移行すると混乱するとテレビの側の方からの反論もあります。しかし今までのやり方を変えるときに一定の混乱というものはつきものです。そこで私は電波オークションを実施する前提にあたり、入れ替え制、テレビ局の入れ替え制というものをここに提案いたします。何かといえば、視聴率に代表されるテレビ局の指標をもとに、そしてその数字が悪い企業にはこの入れ替え戦に参加してもらい、そしてこの入れ替え戦を電波オークションにしてしまうということです。 J リーグの入れ替え戦は勝ち点の少ない、ね、下の方のチームと J2 のチームが入れ替え戦をして、勝ったら J1 に残ったり J1 に入れたりとかします。そして大相撲にしてみても、負けが込めば幕内力士から転落し、そしてさらに負けが込めば十両にいることもできなくなります。同じくテレビ局も視聴率などの数字の悪いところは電波オークションという入れ替え戦に参加してもらうというアイデアです。テレビの質は視聴率だけで測ることができないという反論もありますが、その品質の話で言うんであれば、その番組については映画館で流すなりネット配信なりすれば良いだけのことではないでしょうか。もちろん視聴率以外にも SNS のつぶやきなどを参考にするという方法もあります。一方、今の地上波テレビの放送内容が日本社会の公共に役に立っているのかと考えた時に、私は首をひねってしまうんです。一例を紹介します。令和2年10月22日この秋から放送時間が2時間から3時間になったフジテレビのお昼のワイドショーバイキングがネットで盛大に話題になっておりました。その話題とは、菅義偉総理大臣のかつて出された著書が今度新書になって出される際にいくつかの賞が落とされたこと、これについての弁護士の北村春夫さんと司会を務める俳優の坂上忍さんとのやり取りです。ツイッターネーム自由さんが端的にまとめてくれていたので、そのやり取りを、そのツイートより紹介します。北村春夫さん、そこだけ削ったんじゃないでしょ、他にも削ってるんだから今の考え方だけ聞ければいい、なかなかやるようなことじゃない。坂上忍さん、北村さんの言い方怖いんだよ。北村春夫さん、確かに僕も言われますけど、あんたに言われたくないね。と、実際のこの番組の中でのやり取りは冗談めかしておりますが、こちらの番組の司会者の振る舞いというものはネットでたびたび話題となっております。その多くは良い評判ではありません。だからか、北村弁護士の、あんたに言われたくないねというセリフに関しては、多くのネット民がよく言った、その通りという声を上げておりました。もちろんかつてはアンチを名乗る巨人ファンというものもいて、まあアンチも含めて人気商売という面はあります。しかしネットを見ると、このフジテレビのバイキングモア2時間から3時間になって内容が薄くなったという声を数多く確認しました。ただ今の地上波テレビ全般的に言えるのは、やはりこの中身の薄さです。テレビは元からそうだったよという意見もあるでしょうが、この中身が薄くなった理由については数字で説明ができます。例えば60分と歌っているバラエティ番組でも、その賞味の中身というのは30分あるかないかです。まず番組のオープニングで、その日の番組内容のハイライトが VTR で紹介され、そのハイライトをもとに司会者が自己紹介を始めます。
番組司会者の自己紹介が終わった後、コメンテーターとして呼ばれたゲストの方たちの紹介が始まります。そして簡単な挨拶とかちょっとしたやり取りがあってからすぐ CM に入るのですが、この CM に入る前に再びこのハイライトの映像が流されます。そして CM 明け、その CM 前のところから振り返りつつ番組が始まるので、その前後の時間それぞれ30秒ずつだとすると1分間同じ内容が流されているということになります。そしてそれは CM の度ごとに繰り返されます。つまり4回 CM が入ると4分、5回 CM が入ると5分、同じ映像を繰り返し見せつけられることになるんです。さらに衝撃映像の番組やクイズ形式の番組ならば、その衝撃映像とかクイズの答えが繰り返し繰り返し何度も何度も流されます。だから実際今バラエティ番組なんかをオンタイム、録画じゃないオンタイムで見ると、デジャビューじゃないか、この光景さっき見たさっき見たという錯覚にとらわれてしまいます。これは一部のドラマでも同じ現象を確認しております。そんなに放送する内容がないのなら、やっぱり放送電波は必要じゃないのじゃないでしょうか。仮にフジテレビのバイキングが2時間番組だった時の内容のまんま3時間にすれば、それは内容がスカスカの薄くなるのは当たり前の話です。ならば番組は元の2時間にして、空いた1時間を本当に日本社会に伝えたいと思っているコンテンツクリエイターのために開放するべきではないでしょうか。こうして見た時に、電波オークションにしても入れ替え制にしても、テレビ局1局だけではなく、時間帯ごとの入れ替え制というアイデアも生まれてきます。つまりお昼の時間帯とか朝の時間帯とか、ここで視聴率最下位のテレビ局のその時間枠は入れ替え制という電波オークションに回るということです。例えば月曜日から金曜日までの平日朝8時から10時までの時間枠での最低視聴率の番組枠はオークションに回して、そのオークションの結果、あの大人気番組真相深入りガオー虎ノ門ニュースの DHC テレビが落札ゲットだぜとなったら、その時間枠で地上波テレビで虎ノ門ニュースが流れるということです。そしてオークションで落札した金額のうち実費だけテレビ局の方に支払って、あとは総務省の国庫に納めるというのはいかがでしょうか。曜日とか時間で分けるのはなんだか面倒くさいなんて思うでしょうか。いやいやいや、これ今の地上波テレビが通販番組相手にやっていることと全く同じです。地上波テレビの通販番組とは、事実上テレビ局がその放送枠を通販会社に販売している、まあ平たく言うと放送電波の転売ヤーだということです。つまり日本社会の共有財産である公共財である放送電波を転売してボロ儲け、ある意味マスクの転売より悪質なんじゃないでしょうか。ここでテレビの現状を確認しておきます。今菅総理大臣になってから携帯電話の料金の値下げの議論が活発になっておりますが、携帯電話会社が支払っている電波利用料というのは令和元年度の NTT ドコモの実績で184億円であるのに対して、民放キー局の U である日本テレビが払っている電波利用料は年間6億5500万円、6億5500万にすぎません。それでいて日本テレビは4260億円を売り上げていて、経常利益は492億円を叩き出しております。仮にですよ、 NTT ドコモと同じ電波利用料である184億円を払ったとしても、経常利益は314億円残る計算です。つまり携帯電話会社が儲けすぎであるならば、地上波テレビというものはぼったくりということになってしまいます。それも純粋な民間企業であるならば、ひとえに企業努力、経営努力の賜物です。しかしテレビ局というのは我々の公共財産である放送電波を使って、しかもそれが限られた人にだけ与えられる事実上の独占でやっている商売です。そんな日本テレビさんの社員さんの平均年収はなんと1400万円だそうです。これをこのまま見逃していれば社会正義に戻るという話ですし、それこそ格差社会が広がってしまいます。ところが日本の鍵括弧付きリベラルの人たちというのは、なぜだかマスコミの皆さん、テレビ局に非常にお優しい。
なぜなら地上波テレビに出ると、まあ、ギャラはまあそこそこなんだけど、講演会とかでこちらがガッポガッポ、つまり私たちはテレビ局のお仲間です、味方です、仲間、ま、これもいささか冗談じゃないのかなと思うのは、マスクの転売ヤーには怒りの拳を開けておきながら、地上波テレビの放送枠の転売ヤーに関しては沈黙を守っているからです。視聴率の凋落が叫ばれるフジテレビでは、かつてエースアナウンサーとの一心の期待を受けていたカトパンこと加藤綾子さんが鳴り物入りで始めたニュース番組の視聴率が振るわずに、早くも打ち切りという噂が出ております。私はかつて有料のフジテレビクラブのメンバーでした。それも数年にわたってのメンバーでした。そして今も日曜日の朝の早く起きた朝はを楽しみにしております。しかしそれでも国民の共有財産である放送電波は広く国民のために使われるべきだと私は考えるんです。ならば視聴率に代表される国民の民意に支持されないテレビ局というのは消えたとばかりにご退場をいただくというのが自然の摂理というものではないでしょうか。何より戦後一貫してテレビ局は増えることはあっても減ることはありませんでした。つまりテレビというのは儲かるビジネスということです。そりゃそうです。 CM スポンサーがつかなくなったな、どうしようかなと思ったら、この放送枠で通販番組に転売やーってやってるからです。さらにここに来て、皆様の NHK はテレビを設置した場合、届け出を義務化してねなんてことを言い出しております。それはまさしく受信料を徴収するためですが、同じくテレビ電波を使ってるワウワウとか CS 放送というのはスクランブル放送で、設置用の届け出がなくたってうまくやっております。一方その NHK を筆頭に地上波の民放キー局もそうですが、ネット進出に貪欲です。ならばそもそも論で、もう地上波テレビの放送免許というものはいらないんじゃないでしょうか。ところが今その NHK も民放の皆さんも地上波テレビを使って、我々のネット配信見てくださいねと自分たちの宣伝を繰り返しております。こんな不公平な競争環境というのは、平たい言葉で言うとずるっこです。日本社会も完璧ではありませんが、それなりに公平公正な環境が整えられているので、欧米ほどの格差社会には今のところまだなってはおりません。しかしテレビ界隈、コンテンツビジネス界隈は不公平の競争がまかり通っております。言うなれば地上波テレビとは、戦後の混乱期から成長期にかけてのみ許されたビジネスモデル、つまりは戦後レジームなのではないでしょうか。あの戦争が終わって75年の月日が流れました。おぎゃーと生まれた赤ちゃんが後期高齢者になる年月が流れております。もうテレビというもののあり方を根本から見直すには、ちょうど良い季節がやってきたんではないかなと考える週末でございます。残念ながら多くの人間というものは怠け者です。まあ、これを裏返して言うならば、競争を嫌う平和主義者ということもできます。そして家族や仲間を大切にしようとか、そのかばう気持ちがうっかり握った既得権を手放したくなくなってしまう。だから競争を促す仕組みっていうのは必要なんです。これを時に切磋琢磨と呼びます。だからみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。メルマガ限定のライブ配信では、お外でしちゃうと問題になっちゃうとかね、広告制限バッチリ入るような踏み込んだ話をしたりとか、フィードバックの方よろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永愛子、安倍晋三完全勝利説という物語ならにモルゲソヨと答えたんですが、モルゲソヨかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と、番組の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、ピシッ、クロスカウンターがやるな、何者だって。そしてチョキを出したあなた、名古屋地方でチョキはピー、平和を愛するピーさん。それでは本当のバイバイ。